動くから。ここは負けられない一番人気5番ウォッカ。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。2番人気16番ダイワスカーレット。まずまずの仕上がりですね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。注目のウォッカ3枠5番での出走。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ダイワスカーレット、ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気ウォッカ、ダイワスカーレット、快調に飛ばしていきます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、そして外目をつきましては6番、4番手9番、その後ろから1番、さらにその外からは14番、それを見るように15番、1周目のスタンド前にかかっていく。2馬身離れてウォッカ、1馬身差7番、それを見るように3番、後ろ川上プリンセス、少し後ろから4番、外から行く12番、少し離れて11番、後方2番手に10番、そして最後方13番、ダイワスカーレット。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット、彼女の客室には合っていますね。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずダイワスカーレット、先頭から大きく離されて2番手は2番、外1番、そしてその後方には9番、少し離れてウォッカ、さらには6番、外を回ります。7番、さらに外14番、その後3、4馬身開いて15番、外から川上プリンセス、内12番、そして内目をつきましては3番、さらには4番、外には11番。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。ダイワスカーレット、まだリードをキープしています。続いて1番、残り 1000m を通過、ウォッカここにいます。外を回って7番、差がなく9番、1馬身差14番、2番、並んでくる、外を回ります。川上プリンセス、少し離れて6番、12番、外から行く、差がなく3番、そしてその後方には11番、少し離れて15番、その後から4番、さらに10番、13番、現在シンガリラ、まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。ウォッカここで抜け出した。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。ダイワスカーレット、食い下がる。ウォッカ強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、3番手争いは7番、川上プリンセス。ウォッカ足色は衰えない。先頭はウォッカ、変わらない。ウォッカこれは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。死力を尽くした消耗戦、勝ったのはウォッカ。2着ダイワスカーレット、3着に入ったのは7番